ヒュンフェルデンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議選行政管区の、リムブルクイコールバイル軍に属す、町村である。ヒュンフェルデンは、ヘッセン州のシュートビースバーデンの北側の、タウヌス山地に位置しており、ヒューナー街道に面している。ヒュンフェルデンは、北は、リムブルク、アンデアラーン及びブレヒエン、東はゼルタース及びバートカムベルク、南はヒュンシュテッテン及びアールベルゲン。 西は、r i ン連合自治体及びディーツ連合自治体と境を接している。この町は、かつて独立した町村であった以下の7地区から構成されている。人口は2019年1月1日現在の数値である。自治体ヒュンフェルデンは、ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年10月1日に、それまで独立した町村であったダウボルン。 ヘイリンゲン、キルベルク、メンスフェルデン、ノイハイム、ネースバッハ、オーレンが合併して成立した。ヒュンフェルデンという町名はヘイリンゲン地区及びオーレン地区の周辺にハルシュタット時代の石塚が残されていることにちなんで命名された。自治体成立時のこの町の人口は6,952人であった。この町に属す集落の最も古い文献記録は七十五年の メンスフェルデンである。ダウボルン村、ヘイリンゲン村及び現在のキルベルク地区内にあって、やがて衰退したブーベンハイム村が、790年のプリュム、修道院の財産目録に記録されている。現在のヒュンフェルデン町内を古い街道、ビア・プブリカ及びヒューナー街道が通っていた。1355年に、キルベルクに城塞が建設された。百三十五年に、 死闘会、グナーデンタール女子修道院が創建された。この修道院は1590年に大きな二層宿舎を建設した。宗教改革後この施設はナッサウの国あり地となった。1969年にここでキリスト教コミュニティ、イエズス兄弟団が設立された。ヒュンフェルデンの町役場ヒュンフェルデンの町議会は31議席からなる。 ヘッセン州の自治体法によれば、主張は、町参事会の代表者である。ヒュンフェルデンでは、参事会は、主張の他7人の名誉職の会員からなる。主張は2011年3月1日から無所属のジルビア・ショイメンツァーが務めている。彼女の任期は2023年までである。彼女の前任者は、ノルベルト・ベジーヤで、 1999年から2011年まで町長を務めた。キルベルクのシュタインシェスハウスヒュンフェルデンは田舎の風情を持つ人気の住宅地に発展した。ビースバーデンやリムブルクに至る連邦道 B417 号線を有しており、交通の便が良い。少し離れた場所に連邦アウトバーン A3 号線のリムブルク南インターチェンジ及びバートカムベルクインターチェンジがあり、 これを利用して、ラインマイン地区へ素早く移動することができる。最寄りの広域鉄道の駅は、リムブルク南駅である。フライイコールフォームイコールシュタインシュウレは、基礎家庭、本家庭、実家学校で、ギムナジウム文化を有している。ありがとうございます。